クルメ工業専門学校は1939年に創立された管理の旧制専門学校。創立時の名称はクルメ高等工業学校。1951年3月、九州大学第三分校が第一分校に統合、廃止されると第二分校でも統合運動が起こった。特に1953年6月の水害で、 クルメ市街との間の小森の橋が流出した事故以降は統合を要望する意見が強まり、1955年4月をめどに第一文校に統合する計画が具体化した。しかし、当初は跡地利用計画が示されていなかったため、同窓会や旧クルメ公選誘致時に多額の寄付を行ったクルメ市当局により移転反対運動が展開された。 1955年10月、文部大臣から新制度の工業専科大学設置時は、クルメを優先する胸の現地を取り付けて、ようやく第二分校の移転が実現した。クルメ高等工業学校創設時は、クルメ市朝日町にあった日本ゴムブリジストンタイヤ青年学校校舎を仮校舎として使用した。翌1940年3月に、 クルメ市長森の町の新校舎が完成し、順次移転した。小森のコーチは、新生九州大学、第二分校に引き継がれたが、第二分校は1955年10月に廃止され、1958年4月、跡地に、クルメ工業短期大学が設置された。1964年4月、小森のコーチは、後進のクルメ工業高等専門学校のコーチと、 なり、現在に至っている。ありがとうございます。